いらっしゃいませ、ミニチュアカフェアンナです。ご来店くださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルは60代一人暮らし元喫茶店のママの幸せな人生の Vlog ということで、私が経験してきたいろんなことから学んだ幸せの作り方なんかのお話をさせていただいております。癒しのバーチャルカフェで楽しいひとときをお過ごしいただけたら嬉しいです。どうぞ最後までお話を聞いていらしてくださいね。さてさて、今日はですね、先日手続きしてまいりました年金特別支給の老齢厚生年金ですが、通知お便りが届きました。お、思ってたより早いじゃん。どれどれ、いつから振り込まれるのかなと開いてみました。そしたらなんとですね、仰々しい年金証書なるちょっと厚手の用紙が入っていまして、はぁとかね、感心して開いてみました。ん？何？これどうやって見んの？よくわからない。支給開始日令和5年3月、うん、それはこの間年金事務所で聞いたから分かってる。で、金額があってでしょ？支給停止理由？コード01、厚生年金保険の被保険者などであるため。え？被保険者って誰？私？で、支給停止期間令和5年3月から。は？年金出ないの？支給停止？そんなこと年金事務所で言われてないよ。嘘でしょ？何度見てもどこを読んでも何月何日にいくらいくらご指定の口座に振り込まれますとかいう案内は書いていませんでした。わけがわかりません。ただ支給停止額っていうところは0円となっているので、停止はされないってこと？停止しないのなら紛らわしく支給停止理由コードとか支給停止期間とか何にも入れないでほしいわ。年金機構のホームページから確認しようと思って開いてみたら、手続き後2ヶ月ぐらいはご利用いただけませんみたいな。だから私が知りたいのは、年金がもらえないなんてことあるの？って考えてたら思い出したことがあるんですけど、私前に年金もらえなかったことがありました。それは老齢年金じゃなくて障害年金なるものです。乳がんの手術を受けて抗がん剤の治療も終わり、ホルモン療法なるものを始めて半年くらい経った頃だったと思うんですけど、なんだか気持ちが沈んできちゃって、どんどんいろんなことが不安になってきてしまいましてですね、今後の療養とか生活のこととかどうなっていくんだろうって考えたら眠れなくなったりしてね、不安な日々を過ごしたわけなんですけれども、でどこかそんなことを相談できるところがあればいいのにな。がん患者のサポートとかしてる団体とかないのかなって調べたんですよね。そしたらあるじゃないですか、がん相談支援センターなるものが。東京だけ？北海道、
札幌にもある？探しましたら、なんとありました。それが私の手術、入院してた病院の中に。いやー、そういうの早く教えてよですよね。もうびっくりしました。早速電話予約をして行ってみました。さすがは専門のソーシャルワーカーさんです。優しく寄り添うようにお話を聞いてくださいまして、話しているうちに自分の不安の正体が明らかになり、そうです、お金です。病院代もかかったし、生活費も必要だし、だけどこんな不安定な精神状態ではお仕事なんてしばらくできそうもないってね。そしたら、障害年金の手続きをしましょうと言われましてですね。年金？年金ですか？私ね、知らなかったんですよね、障害年金って。そして自分がそれをね、いただけるかもしれない人だっていうことも全く分かってませんでした。それからいろいろ教えていただいて、書類を揃え、お医者さんのね、診断書とかもいろいろいるんですけども、自分でね、できるレベルのものじゃなくて、書くこととかいっぱいあって、遡ってね、治療していたり手術していた時のこととか、いろんなこと遡って、なんかいっぱい書くところがあって、でこれは自分一人では無理だなということで、いろいろ調べていくうちに、社会保険労務士さんなるものがいらっしゃるということが分かりまして、見つけて、これがね、めっちゃくちゃいい人だったんですけど、やっとのことで手続きをしました。何回もやり取りして、本当にね、時間すごいかかりました。半年以上かかったんじゃないかな。結果、支給対象外ということで、障害年金はいただけませんでした。支援センターのソーシャルワーカーさんは、1回で通らなくても何回も申請したらいいんですよって言ってましたけど、ホルモン剤の副作用でうつっぽくなってる時に、そんなパワーはもう全然なかったですね。で、社労士さんにも、年金がね、下りなかったら報酬は発生しないので、なんだか申し訳なくて、それ以上ね、お願いできなかったんですよね。だけど今思えば、もしかしたら申請し直せば結果は違っていたかもしれないなって思いますよね。分かりませんけどね。というわけで、年金には老齢年金だけではなくて、病気や怪我で働けなくなった時とかに申請できる障害年金という制度があります。こちらから調べないと向こうからは教えてくれませんのでね、そんな制度があるっていうことをちょっと覚えておいていただいたらよろしいかなと思います。いるんだよね、本当はもらえるね、障害っていうか病気をしちゃった人なんですけど、そんな制度があるって知らなくて、知った時にはもう申請の何期間、何年以内とかあるんですよね、期限がね。それがもう過ぎていて、もうもらえなかったって。でそれって結構一生もらえる年金だったりする場合もあるじゃないですか。だから非常にね、大きいことだなって思います。はい、というわけで、特別支給の老齢厚生年金の話に戻りますが、一体いつから支給されるんでしょうか。されるよね。はい、今日もお話を聞いてくださいましてありがとうございました。また遊びに来てくださいね。ではまた。